はい、どうもこちら、ひなのすきです。というわけで、いよいよ配信開始になりました。ドラゴンクエスト3、リメイク。はい、今日からね、やっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。なんか音が小さいような気がする。あれ？あ、はい、じゃあ行こう。さあ、始まった。いつものあれだよね。おー、なんか、やっぱりすごい、なんか、あ、喋ってる。あ、ボタン押された。はい。こちらです。おー。だいぶ、やっぱり画面今風で、綺麗になったな。さあ、こっから先でどういう風に変わってるのか。おおあ、なんか宣伝で見てた時より画面、うん、あれね、ちょっとキャラが小さいんじゃないかなと思ってすごい気になったんだけど、このぐらいの大きさであれば別に違和感そんなにないかな。うん、あ、やっぱ小さいわ。あ、ダッシュができるんだ。あ、ほんとだ。おお。今日なんかダッシュするとなんか違うような気がする。まあ、行こう。あ、この音も。うん。さあ行くぞ。ほう。うわ、綺麗。あれ、声がしないぞ。あ、はい。ここは声が入ってないんだな。え？もうな、マクトの名前は、はい。生まれた月。はい、これは、うん、まあ前のと一緒だな。はい。さーて、これがどういう結果が出るのかな。うん。いいえ？これはちょっと、まあ、武器の方にかけるか。これは、そうでもないや。夢をよく見ます。追いかけられる夢ってのは見たことないな。嫌いじゃないんだけど、最近ちょっと具合悪いから。いえ。いや、犬派です。ごめんなさい。すごい照れくさいです。服装、あまり気使わないね。まあ、これは好きだけど動かせないんだよ。え？ああ、はいはいはい。あ、なんか初めての展開。嘘つきましたねなんて言われたの初めてだ。あ？なにこれ？おう。え？これを初めて見る。はい。まあ財布取ってくるだけか。道具屋の隣？このくらいの距離だったら子供に歩かせろ。ああ、どうしようどうしようどうしよう。いや、いいや、こっち。もうそのまま、子供がお腹すかしてるし、すぐに行ってあげよう。タンス。あ、あった。タンスってこれか。キラキラしてるから。うん。これだけ？ダバーって言われる。あ、本当に泥棒って言われる。やばいじゃん、どうすんの。そこのじいちゃんに頼まれたんだってば。ええ。捕まっちゃった。
いや、これ初めて見るよ、こういう話になるのは。ひょっとして占い変わった？じいちゃん足早いな。はいと言えってどういうこと？盗もうとは思ってないんだけど。よくちょっとじいちゃん。ひどい。いいえ。騙す。まあ、家にしとこう。違います。はい、騙さ、わかったよ。はい。あ、このじいちゃん泥棒だったのか。じいちゃんの家じゃなかったんだ。抜け目がない性格ってひでえ。ひでえ、ひでえ。もうその有名人と、もう付き合いないし。ひどいな、これちょっと。この性格診断はちょっと、ひどいよ。なんか良くない。朝です。はい。お母さん本読んでるね。これは、やっぱり、あれだな。この本は。あれなんか、またこれも知らない場面だの。これも知らない場面だよ。ここで、ドラクエイレブンのね、ラストから繋がってるんだな。本を返して、返すね、しまって。さあ、行くぞ。行くぞ、じゃないよ。お母さん、こういう声なんだ。やっぱこの音好き。私の可愛いお寝坊さんや。確か16歳だっけ。こういうふうに起こされるって嫌だな。おはよう。もう朝ですよ。今日はとても大切な日。あなたが王様に旅立ちの許しをいただく日だったでしょ。この日のためにお前を勇敢な子に育て上げたつもりです。母さんについていらっしゃい。
お、着替えた。なんかあるかな。力の種。これも早速使わ、あれ？あれ？あ、こっちか。部屋の外入れよう。ほい。これ。よし。1しか上がらなかった。他何かない？視点は変えらんないのか。さあ、行くぞ。お、じいちゃんもなんか言ってる。ちょっと家の中の壺とか漁りたい。やべえ、綺麗、やっぱりちょっと画面ちっちゃい。なんかちょっと街が、雰囲気がこっから出てきたのか。あ、本当にお母さん帰っちゃった。嘘。行かなくてもいいの？やっぱ行った方がいいよ。 あれだけ言っておきながら行く。これで完全に行かなかったらどうなるんだろう。あ、下にちゃんと地名が出る。アリアハンのお城へようこそ。城も広くなってて、どこに何があるんだよ。全然わかんない。やっぱ、見下ろしてないと気持ち悪いな。 お城が広くなってるよ。ほう。覚えてない。あれか。さっきちらっと画面が出たやつね。そう、この時か。ほう。
ですね。なるほど。さて、50ゴールドと武器と防具。勇者殿、旅を続けて行くにはいずれ盗賊の鍵が必要になります。王のおっしゃる通り、まずはルイーダの酒場で旅の仲間を探すのです。はい。そしてアリアハンの北西にあるメーベの村に行ってみてくだされ。まずはレーベの村か。今回は特別ですぞ。はい、ありがとうございます。本来は自分の足で城や村を見つけなければ印はつきませんので、ご注意は。地図上で気になる場所を見つけたら実際に行って確かめてみることですね。ただし、ここにはお気をつけて。ありがとうございます。さあ、会話を記録することができる。へえ、あ、記憶することができる。だいぶ優しくなってんな。まあいいや、行こう。この辺り何かある？いや、まあこの辺りはね、後からゆっくり探るっていうことで。ん？なんかあった？あ、気のせいか。こういうところにもさ、まあ、後からゆっくり見よう。さあ、行くぞ。思っていたほど重くはないけど、思っていたほど軽くもないね。いや、お城の中を漁るのもまた後でいいや。もうやっぱり切り替えのところがちょっとね、一瞬。もうちょっと早ければな。それで、誰？おお。何言ってんの？ああ、これは、はい。こういう、お？はい。31ゴールド。あ、じゃ、この壺。あ、よし。じゃあ、他にもなんかいろいろありそうな気、あ、これは？あ、ダメだ。あ、なんか入ってた。ここなんだっけ？ん？なんか取れそうなもの、ないな。ここ、あ、宿屋か。宿屋広いし、ここどこ？あ、こっちからも出れる。もう。いや、俺もそうするよ。で、とりあえず、あ、ここにも壺がある。よしよしよし。なんか人が増えてるんで。え、教会はこんなとこにあるの？やっぱり朝と晩があるんだな。あ、元に戻っちゃった。もう入るしかないな。何もないね。
人もいっぱいいるよ。宿屋の壁。はい、後でいただきに行きます。おお。まあね。ここが預かり所？うん。あ、これは違う。鍵、そうだね。うん。あ、翼か。あれ、これは何？あ、特別特典。はい。これはいただいてきますよ。うん。幸せ旅セット。スイッチ版はこれもらえるんで。どういう人がここにいる？あ、ルイダも喋る。え、ルイダってこういう声？うん。え、16年？ああ。はい。ここにはあなたの旅を助けてくれる冒険者たちがたくさんいるわ。仲間が必要なら私に任せてね。そうです。とりあえず必要なんだけど、どうしよう。そうね。うん。これからはさん付けで呼んだ方がいいかしら。はい。それでは改めて。やっぱりこのセリフは、で、お助け機能って何？他の冒険の人と。ああ、はいはいはい、そういうことか。なるほど。どうしよう。もうとりあえず、はい。うん。はい。これは、後で、時間外にゆっくりキャラ作って変えようかな。あ、ここにいたか。まあね。もう最初からキャラ作った方がいいのかな。はい。けど魔物使い使ってみたいんだよな。ほう。まあね。よいしょ、よいしょ。いや、やっぱりもう最初からキャラ作って強いか。賢者は欲しいけれど、まあこれも後から、なんか今。あれ、なんか今。気のせい。よし。はい、登録します。名前は、じゃあ。これでいいか。いつもは戦士なんだけど、今回はもう使ってみよう。魔物使い。これでいいか。はい。自分でやるよ。
魔物使いはどういう風にしたらいい？まあ、力の種、まず必要だよね。素早さの種。ラック。ラックどうだろう？一応。あともう一回力と、力がちょっと低いな。一ずつしか上がんないんだ。まあいいや。素早さが上がりやすい。ジャル、違うよ。どうしよう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 。もういいね、決意しとくか。恋の選択、まあいいや。はい、わかりました。じゃあネルソンごめんね。それからじゃあ今度こそ、まあ回復系を任せよう。もうこのままでいいな。まあ僧侶なんで、賢さ上げとけばいいか。あとはちょっとスタミナも上げとこう。やっぱりあと賢さ。育児なし。あ、声だったんだ。ごめんね。まあいいや。いいや、これで。はい。じゃあ。これでいいか。はい。これは、まあ、盗賊にしたかったけど、やっぱり魔法使いが必要ですね。これでいいか。よし。これもまた賢さ上げておけばいいか。で、素早さ。はい。声。こんなかな。はい。いや、とりあえずこれでいいや。さあ、行くぞ！もう、鈴木家、勢揃いで。まあ、あとこっちか。まあ、いいか。はい。とりあえず戦ってみよう。買い物ができます。シスターにお見せするとセーブできる。ここで？はいはい。けどやった、一旦セーブしよう。さて、では、行くっすよ。やっと、初めてフィールドに出る。
ほう。Y を押すと地図を開くことができます。うわ、全然違うし。え、どうなってんのこれ。で、なんかキラキラ光ってる。これは何？ほう。へえ。あ、けどちょっと待って。幸せの靴を見せてもらおう。それから、他は何も持ってないんだな。うん。ここはもうすでに装備されてるものが出てるのかな？あれ？あ、そういうことか。カブト。うん。はいはいはい。あ、さっきの立ててごめん。俺が持ってたやつか。はい。うん。さ、噂の重いという戦闘がどれぐらい重いのか。なんかいろいろキラキラして落ちてるものがあるな。よし。あ、いや、確かに一瞬ね。え？そうか、そうか、オートか。今まで一人旅だったらちょっと。うん。おう。ちょっと作戦。うん。ガンガン行こうぜでいいよ。それで、こいつは、あれ？命大事に。うん。これでいいや。よーし。初めてのバトル。やっぱちょっと読み込みに時間かかるね。一瞬ちょっと待つね。けど気になることではないわ。あ、もうレベル2。勇者はちょっとレベル高くしておこう。はい。というわけでね、今回から始めます。新しいドラクエ。とりあえず今回は、ね、こんなところで一旦応援しておこうかな。よかったら、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。お疲れ様でした。